映画館に来たけど、どうしようかな。よし、何を見ようかな。派手な映画を見てテンションを上げちゃうか。今やってるのは、吠えろドラゴンか。ちょっと古いけど名作だ。感じろ。考えるな。見ただけで強くなれた気がする。わちゃおー。そろそろ帰るか。あ、3位のかわいい子だ。名前なんだっけ。あちきは山内様の使い魔、その名もブンちゃんでゲスよ。ブンちゃんだなんて、これまた可愛い。撫でてくるなでゲス。何してるの、探し物。山内様のために新しい使い魔を探してるでゲスよ。もっとたくさんいた方が世界を滅ぼしやすくなって、山内様もお喜びになること間違いないでゲスよ。私、結構強いよ。人間だけど。だったら話にならないでゲイ。そもそも使い魔って何？異世界から召喚でもされたの？そんなところでゲイ。異世界って文ちゃんみたいなのがたくさんいるの。天国じゃん。地獄でゲイ。悪魔が支配しているのでゲイすよ。人間に希望などないのでゲイ。それ言ったらリアルもじゃん。よくわかっているでゲスね。そう、山脇様が復活してしまったこの世界はもう滅亡から逃れられないでゲスよ。あの人って復活したの？そうでゲスよ。復活する前はどうなってたの？結界で封じ込められていたでゲスよ。ちょっと結界で封じ込めてくる。やめるでゲスよ。ただでさえキャンサーに襲われてピンチなのに、また別のベクトルから世界を滅亡させられにかかったら、どこ向いて戦えばいいかわからなくなるじゃん。なら、あちきを倒してから行くでゲスよ。私はこんな可愛い子に手はあげられないな。さすがあちき。相手を魅了状態に落とし込めたでゲスよ。ケッキッキッキ。なあ、もう、どこで油売ってるんだよ、お前は。山脇様のために新しい使い魔を探していたでゲスよ。そんなのいらないよ。お前一人がもっともっと頑張ればいいだけの話でしょ。あちき一人が頑張ればいいだけなのでゲスか。そうだよ。そのためにこれからもビシバシ鍛えていくよ。だから使い魔はお前一人で十分なんだよ。やる気が空回りしてしまっていたようでゲス。山脇様のために頑張るでゲス。それでいいんだよ。さあ、行くよ。はい、デッキ。不思議な関係の二人だな。なんだか仮装大賞でもしてるみたいな連中がいるな。ち、イラつくぜ。平和ボケした日本人ばかりだ。未熟な兵にもそれなりの役がある。要は軍略次第というもの。なら、私たちが守ってあげないとね。ヒーローのごとく。どうせみんな、シャロより先に死ぬし。それは思考の放棄ですね。私たちが呼ばれたのは、それぞれの経験を買われたからですよ。人の成長は、計算で予測可能。またブリティカが固まったようだな。何かの計算を始めたみたいね。こいつ、よくこんなで今まで生きてこられたな。やっぱりみんな
シャロを置いて死ぬ運命なんです。みんな外国人みたいだ。過ごそうかな。みんながいないうちに発声練習をしておこう。今日はロングトーンをするかな。同じ音程を長く伸ばし続ける発声練習だ。肺活量が増すし、喉も痛めにくいのがいい。しながらやると筋肉がリラックスするんだぜ。さて、そろそろ帰るか。明日からはいよいよ31シートの対決だな。絶対負けられへん戦いや。うちらの方がいるですね。キャンサーに勝つことに集中しろよ。うん、そっちの方が大事ね。そうだな、大事なことを見失いそうになってた。誰かを死なせたら意味がない。危なくなったらすぐさま先輩部隊に泣きつこう。極端だわ。